それでは私福島の方からお伝えさせていただきます。安倍晋三氏ですが、本日12時20分に県立で救命センターに搬送されまして、病院当初で心肺停止状態、当救命センターにおいて、蘇生処置をいたしましたが、残念ながら5時3分にお亡くなりになりました。来られた際に、頸部に、2箇所の銃創がありまして、心臓及び大血管の損傷による心肺停止と考えられました。非常に、残忍な行為が行われて、誠に残念であります。病院としてはできるだけのことを尽くしてやりました。本当に